おはようございます。ときめきオンエアでガールズサイド実況プレイやっていきましょう。よろしくお願いします。なんですけど今日は建国記念日で、それつってなかった前回で、前回間は収録しちゃったんだけど、やめた記念日ですか。ない、ユーゼンタトリコーナー、あこれか、これちょっとデイが吸ったけどダメだったんだよね。確か鈴鹿だっけ、鈴鹿吸ったけどダメだった気がするな。前回からだいぶ間散ったんだけど、じゃあ、恋愛運がいまいちだな。恋愛運ひどいな最近。健康ダメなのか、勉強がいいな。うん、そうだな、どうしよう。確かに2月8日が鈴鹿ダメだったと思うんで、そうだね、20に行ってみるか。あ、これはバレンタインデーか。びっくりした、出たと思った。鈴鹿ゲームセンター行こうぜ、今度こそ、はい、あ、鈴鹿、まあ、今こそ。けどどうした、突然かけてくるなんてよ、なんか用か。2月28日にゲームセンター行こうぜ、ダンエブやろうぜ。えい。何日にゲームセンター行かない？2日だったわ。うん。あ、やった。付き合ってやるぜ。ありがとう。ほんと？それじゃあ、2日に決めればね。うん、わかった。お前が誘ったんだからな。遅刻すんなよな。はーい。うん、ゲスするよ。よし、はい、2日行くな。ピンポン。さて、休憩やったんだ。あ、何？さてと、今日も1日、うちに終了。あ、そろそろ、バレンタインデーだ。あ、バレンタインか。バレンタインか。すると、買いに行きなくちゃ。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。さっと、どうしようかな。まずは、高級チョコ、買おうぜ。高級チョコ買った。以上買おう。以上買った。家に帰ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、に帰ろうと。で、バレンタインだよな。朝の5時過ぎ、何をしてるの？またか！またお前、忘れたのか。さて、次作ろうしよう。作ろうぜ。やっぱり、おめでとう、手作りチョコ。よーし、頑張るぞー。で、ね、ミニゲーム。来たわね。包丁ぶん投げなかった、今。いや、これ、去年はうまくいったんだけどー。難しいんだよな。忘れてるよ、もう、だいぶ。左足右回転。右回転。はいはい。足足ついてたらしましょう。OK です。相手の好み、左右に注目します。裏返しは、こうか。回転後の好み、左右に出します。回転をこう。R の反対の時は、左から右に回すんでね。お気に入りこう。はい。はーい。ゆっくり行こう。はーい。はーい。オッケー。やばい。間違えた。いきなり来んのか。最初の方が簡単かと思ったけど、間違えちゃった。はい。え、どうですか？おかげ。あ、残り半分。はい。はい。一緒に行こう。これは、こうだな。やばい。危ない。これは、こうだな。ああ、間違えた。はい。はい。制限時間短い。ラスト。はい。危ない。どう？2回間違えた。あ、大丈夫です。あ、いいんだ。つくしまで払ってて。これ最高だよね、これは。一番いいんだよね。
うん、出てきた。楽しみ、あー、OK、出てきた。苦い店でもいいんだ。よし、硬直で、いざ勝負。去年までやり直しできたよね。でも、やり直しできたってことは、一度で最高評価いったってことだから大丈夫でしょう。さっさと、ちょっと詰めかな。寝坊するぞ、また。姉ちゃん、起きてるか？つくし。起きてないよ。くら、つくし。ノックしなさいって、いつも言ってるでしょう。すごい気持ちよく寝てたのに。気持ちよく、ね。これじゃ今年の遅刻だね。今年の遅刻か。え、もうそんな時間？せっかくのバレンタインデーなのにさ。つくし、待ってそうだしな。ほんじゃ、俺は先に学校行くから。行ってきまーす。いらっしゃい。あ、着地点が来るんだ。え、大丈夫だぞ。ゆうちょこ答えるのは、はずしくん、みはらさん、にしきさま、きじょうくん、すずか、いびや、いまさつて。よし。どうしよう。今先生絶対くそんないから、理事長とか投げてみる？天橋さんに。天橋さんよくしてくれてるからね、私に対して。天橋さん投げてみるか。じゃあ、これ、天橋さんかな。いつもそうになってるからね。天橋さん、あ、見つけたんだ。おや、うまいくん、ずいぶんにこしているね。え、何かあったの？芸食だよね。あの、これ、バレンタインのチョコレートです。ありがとう、うまいくん、ちゃんとお返しするよ。あ、ありがとうございます。よかった。まあまあ、よく抜けたみたい。あ、よく抜けたんだ。まあ、四季様は、僕は違うとき言ってもな、去年。普通だよ、言うかな。高級チョコは、あー、去年、続けてあげたんだよな。ニアに手作りあげたから。あ、やっぱ鈴鹿かな。好奇心は、やっぱり鈴鹿。鈴鹿、受け取ってくれ。鈴鹿！よ、うまい。どうかしたか？これ、チョコレート。あ、すっげえ。これ俺にくれんのか？あげるよ。うん。なんか食うのもったいねえな。毎日一かじりずつ感謝しながら食ってやるから。腐らない？出てくれてて、ちゃんと。あは、ありがとう。本当にありがとな。あー、すごい感謝だって。よかった、横に振ってみたい。よかった、高級チョコでも。さあ、手作りチョコ。さあ、頑張って作った手作りチョコあげるなら、やっぱりニーヤン、君に決めた。やっぱり手作りチョコはニーヤンでしょ。ニーヤンチョコ、いつまで作るかな。え、やべんの。ああ、やめて、来んな、来んな、来ないで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 、じいちゃん。いや、待ってよー。ノーマークだった。いや、これ絶対ライバル戦に続くでしょ、これ。あー、もうやだし、じいちゃん抱いてくんないよね、私。え、チョコだけど。誰に？あ、ほらー、もうやだー。それは、ま、いいけど。は？は？そんなこと言わないでよ。え、えな感じ。なになになに、ニーヤンのじいちゃんも結ばれたってこと？ニーヤン、なに、ふざ、怖いんだけど今のフラグ。うまこちゃん、なに、目立ってどういうこと？なんか俺にくれるもんね。ニーヤンはもう行き満々だけど、みじちゃん、無駄だと思うって言ってたけど。はい、バレンタインのチョコレート。はい。これ、手作り？そこまで俺に惚れてるやつだもっと早言うてや。ごめんごめん。もう2年だ。陰口ばっかなんだから。いや、ほんまに嬉しいね。青木に、大事に持って帰るわ。よかったよかった。よかった。よく抜けてみた。よかった。無駄だって言われたけど。受け取ってくれたな。よかったよかった。で、今月は今週練習だな。行こう。ピンポン。お、いいね。いや、藤井ちゃん、藤井ちゃんやだー。藤井ちゃんやだ、私。占いは、勉強最高。学力向上、テストあるよな、来月。勉強しとくか。勉強してくぞ、アップ。ピンポン。ピンポン。藤井ちゃん怖いな。あ、
アマシさん、アマシさん、よく会うね。静かにましょう。アマシさん。おや、ウマイ君、奇遇だで。お、一緒に帰ってくれそう。今帰りです。よかったら一緒に帰りませんか。そうだね。お、車で来ているから家まで。アマシさん、好感高いな。チョコも喜んでくれたし。やった、ありがとうございます。賑やかなドライブになりそうだな。そんなキャラクターなのだし。お、アマヤさんの話を聞こした。イベントはないか。ありがとうございます。もう6時まで来たいな、よくよく。もう、あ、今週はバッチリ頑張ってね、うまこちゃん。ニヤン、いつからガリベンにの。ガリベンじゃないけど、今度俺にも教えてな。ハート、やってね。で、今週はニーヤンとデートだね。だね、追加だった、ごめん。今ニーヤンが出てたからニーヤンと思っちゃった。追加出て行こう。デートに行く。服装スポーティーがいいんだよな、続くは多分。あ、違った。スポーティーねえな。あってるの、スポーティーどっかに。ふわ、スポーティーどっかになった気がする。あ、セクシーじゃない。スポーティーどれだっけ、これだっけ。ピュア、セクシーじゃない。スポーティーなかったっけ。あ、スポーティーあったよね。あった、スポーティー。これでいいか。寒いから2月だと上着れないしな。まあ、これでいいか。寒いか？寒そうだな。でも、これは、トップ着れないんだよな。じゃ、これにするか。ダイヤモンドだから、動きやすいような。これにするか。行こう。大丈夫かな？キュウ君がつけていって。お、鈴鹿。私たちごめんね。あ、遅れんね、私やったのに。あ、ダウンジャケット着てる。高そう。いや、俺も今来たとこだ。ちょうどいいタイミングだぜ。足かくよ、そんなの。ほんと？よかった。あ、なんか気が合うよな。おう。女って腰とか冷やすのよくねえんだろ。あ、まだ、もう寒いじゃん、あれだ、また。何突然。自分の健康管理ぐらいきちっとしといた方がいいぜ。それじゃ風邪ひくしよ。ごめん、スポーティーこれしかなかったんだよ。え、縁にお前とかも。ちゃんと次に汗になった。服買いに行かなきゃな。冬の服ないんだよ、私。よ、何すんだ。音ゲーが面白そう。お、いいな。お、やった。体使ってプレイすんのか。任せろ。数が得意そうだもんな、そういうの。前も、ビリヤードとかボーリングとかやってな。お前、こういうゲーム好きなのか。うん、大好き。お前好きだよ。大好きだと、聞かれない？割と好きだよ。あ、そっか。俺も結構ハマっちまうんだよな。ああ、ちょっといい。まあまあ、あ、最高の良かったか。最高、ってか、めっちゃ好きの良かったか。はい。今日は来て良かったぜ。ありがとな。やっぱ、運動が好きだから、大好きの方が良かったかな。失敗したな。送ってやるよ。ま、男の責任ってやつだ。あいつ、つうか。誰も来ないといいけど。ごめん、はじきくんみたいに。ありがとう。わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。バイバイ。すぐに送ってもらっちゃった。よし。テスト近いから勉強したいけど、ウィンウィンマーケットなのか、来週。勉強運が相変わらずいいな。今日逃すと、飲めないか、しばらく。行楽と恋愛もダメなんだな。恋愛ダメだな、しばらく。じゃあ、勉強しとくか。藤井ちゃん。行楽ダメだから。まあ、いっか、勉強しよう。テスト近いし。ストレスやべえな。ああ。ストレスやべえな。あ、なに？あ、鈴鹿だ。鈴鹿、喫茶店寄ろうぜ。鈴鹿、お茶して帰ろうよ。わり、
血と用があってよ。マジか。遠慮しとくわ。ごめん。あ、そうなんだ。じゃあね。仕方ない。一人で帰ろうと。ダメだ。すぐダメだった。ダメでした。フリーマーケット行こう。服欲しい。服欲しいんだわ。フリーマーケット。金は130地区だってな。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。ピスチェ。オーバーサイズのやつ、安い。ピスチェ高いな。オーバーサイズのやつ使っとこうか。これから夏だしね。ベスト。ベストいいんじゃない？やっとこう。ボトム。ロングスカート。スカート、なんかあれだな。やめとこう。全身。ジャンパースカート。安い。買っとこう。コスプレ。何今度は。響の高校の風制服。コスプレなんだ。高っ！グズリッツ高いな。あ、すみません。何かあるぞ。カマジュサチュー。ドッグタグのチョッ、ドッグタグは犬のチョッカーじゃないの？カマジュサチュー。これ、弱いです。イエス。ありがとうございました。いえいえ。また来てね。また来ます。うん、いいかも、そこも。誰が来るか？来ない。よし。テストが近いけど、テストが近いけど、健康がいいな。休むか、ストレスやばいし。藤井ちゃんでも、仲直りしたいけど、今は休もう。ストレスがやばい。50まで行ってほしいな。行けないか。よし。で、これは春休みか。春休み。練習試合見て近いのね。じゃあ、恋愛微妙だけど、健康いいな。相変わらず。似合い、な、ニュースは？ゴールの成功も見よう。花見シーズン。花見シーズンが着きました。スクダミナが新宿公園。一年住み越しのが満開。まず桜トンネル、桜吹きなどを楽しんだら、花見が見えてきます。芝生公園は、花見シーズンが食べられると、は美味しい。そうです。じゃあ、3月 15？ 花見早いかな ?14 か ?14 かはぁ、あ。まあ、でも、ニーヤン誘うか。ニーヤン誘うか。ニーヤン。ニーヤン、ニーヤン、ニーヤン、ニーヤン。もしもし、キルだけど。あ、ニーヤン、私、うまいことだけど。おぉ、うまこちゃん。デートの誘いか？そんな照れんでもええって。はい。3月28。森林公園だっけ？あ、見えるかな？これだよね。桜かな？あ、桜だね。森林公園行こう。あ、団子。3月28日に、森林公園行かない？あっちゃ。マジか！断られるな、初めてだっていうか、久しぶりだな、人間に断られるの。そっか。だったら仕方ないね。残念やな。あ、けど、電話くれただけでも嬉しいわ。まじゃな。藤ちゃんか？残念。藤ちゃん出国されたか？ありませんっすね。藤ちゃん出国されたか？やだな、それ。それ困るな。まあ、でも、今にテスト行こう。ああ。さあ、こじめは、くてんだ、たぶん。あ、ダメだ。ちょっとダメかも、やばい。ちょっと、今頼むかな。ゲイツダメか。もうバッチリ。ゲイツが手は、自信あるから。何？姉ちゃん、姉ちゃん、起きてるか？何？美しい。ほら、ノックチャサイって、いつも言ってでしょ。何？ホワイトデーか？もしかして。あれ？ずいぶん早いけど、もう学校行くの？日曜がホワイトデーだからさ、今日中にお解消しなくちゃなんなくてさ。学校休みか、だからか。困りものだよな、モテすぎるっての。姉ちゃんが羨ましいよ。じゃあ俺先行くから、はい、行ってきます。行ってらっしゃい。そっか、今日はホワイトデーの帰りの日なのかも。じゃあ来るかな。あ、よかった、
ウマイ君、探していたんだ。天橋さん。はい。バレンタインのお返しだよ。ありがとうございます。いっぱい待ってんだ、天橋さん。先生とかから。あ、ありがとうございます。天橋さん。大切にしてくれると嬉しい。え？私の君に対する思いが詰まっているプレゼント。そんないいものをくれたの？もっと美しく、え？もっと優雅に。え？そしてさらに知的な面でも男性を魅了する。なんか思ったの違う。技術を返せないと思ったら。美と知性と感性、すべてを兼ね備えた素晴らしい女性になってほしい。ありがとうございます。頑張ります。そんな願いがね。アムライスの股間だけ。ペンと何くれたかな。羽ペン、おーいいじゃん、羽ペン。勉強で使おうぜ。テストで使いたい。わー、すごい。いい味が来そう。勉強の方がないかな。よ、うまい。これ、お前にやる。お、鈴鹿。なんだ。え、これって、何？この前のチョコのお礼な。まあ、大したもんじゃねえんだけどよ。ありがとう。チョコ、さ。うん。ちょっと嬉しかったからよ。ありがとう、鈴鹿。フィデント、何くれたかな？みんなくれんじゃん、いいもの。開けてみよう。腕時計、腕時計！そんないいものくれんの？あ、かわいいかも。今度、デート行くとき、つけてみようかな。あ、デートつけるのね、腕時計は。さあ、本命にいいやん。あー、うまこちゃん。これなんやけど。去年はチョーカーくれたんだよね。え？どうしたの？先月、チョコもろたお返しや。こんなんで喜んでくれるかどうかわからへんけど。何やに？わあ、ありがとう。開けてもいいかな。お、おお。え、やっぱり、なんか照れるから、後で見て。はーい。プレゼント、何くれたかな。月の石、月の石？月の石？なんで持ってたの？進化すんの？私。私進化すんの？わあ、兄やんて、やっぱりロマンチストなのかも。月の石で見つけられる？テスト見たくねえ。そっか、ぶつかってみたい。人間さん、おじいちゃんに嫌味がありそう。あ、おじいちゃんに勝った、やった。数学低いな。はじくん1位か、すげえな。四季さんは90位。たまみちゃん、須藤さん。うまこ、おじいちゃん。まどか、にやん、鈴鹿。鈴鹿200点。鈴鹿。相変わらず私、技術家庭科は100点なんだな。相変わらず。それ以外はちょっとダメだなぁ。低いなぁ。語学が低い特に。藤井ちゃんは全部平均だけど、私、技術家庭科以外はダメだなぁ、全然。ふむふむ、こんなもんでしょう。ダメだよ。ま、こんなもんかな。誰が来る？誰が来る？出たぁ！ま、そこそこ勉強してるんだね。もうやめてこないで、藤井ちゃん。待ってな。別に、なんでもないけど。あ！じゃあね。もっと頑張って、よしよっと。藤ちゃんとなんか、できますよ、私。できませんかね。ニーヤンリベンジしよう。ニーヤンリベンジしようぜ。今、切る。ニーヤン。花見行こうよ。もしもし、切るだけど。あ、ニーヤン？私、うまいうまくだけど。そんなテレンでもええって。28がダメだから、4日行こうよ。まだ花火大会、花火大会じゃねえや。花火大会と花火大会が待ってちゃった。花火と花火大会が待ってちゃった。お花見行こうよ。お花見行こうよ。4月4日に、ニコに行かない？おお、やったー、そっちから誘うっちゅうことは、キスくらいまでやったら OK？ やったぜ。じゃあ、4月4日に、こういう決まってるから。無視かい。まあ、よ。楽しみにしてんで。楽しみにしてるな。やったー。あげて強く来ないかな。でだ。来月は、来月ね、来週は練習試合があるんで、私は、運動したい。運動通過。部活行きたい。部活行こう。はい。ブボン。ふんぼん、あ、いいね。ありがとうございます。ふんぼん、あ、いいじゃん。いけそうな気がする。練習試合。よし。じゃあ練習試合。あ、よし、夏休み開始か。
明日部活だからな。今日土曜日か。まあ、おじちゃんとおしゃべりするか。どう最近、みもん。で、部活行こう。今日はバスケ部の試合日。相手は、大門高校。大門さん。うま。ああ、今先生だ。出た。出た、出た。あ、今先生。バスケットボール部の応援だ。先生、来るんですね。君もチアリーダーとして全力を尽くしなさい。ありがとうございます。行くだけです。はい。なんか、やりてきた。よし、おんくぼう。そろそろ成功してほしいな、おめん。あー、またかよ。全然ダメかも。やっと怒られる。実に不甲斐ない試合内容だ。ごめんなさい。はい。ね、頑張ったんですけど。結果が伴わなければ意味がない。すいません。おめんが足りなかったかな。はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちします。 X、Instagram、マシブログボタンで出てきたい。あ、藤井ちゃんとの仲がだんだん良くなってきてる気がするんだよな。ワンちゃん、藤井ちゃん仲直りできないかな。早休み中仲直りしたいけどもいいかな。ではまた次回もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。まったねー。じいちゃん。